皆さんこんにちは、浜屋のけむつです。本日ご紹介いたしますのはこちら、ビオルーバイファクトリー900のコラボモデル、ミックを本日はご紹介いたします。クラウンパントと呼ばれる特徴的なレンズシェイプに仕上げられているというアイテムなんですけれども、丸形のレンズシェイプで上の部分を平らに仕上げているというのが特徴的なアイテムです。かけてみるとキリッとした印象も作り出しつつも、丸メガネをまるでかけているかのように見せれるというのがこのクラウンパント型の特徴になるんですけども、なかなか魅力的なレンズシェイプに仕上がっているかと思います。またこのコラボの特徴なんですが、アセテートでビオルーを表現しているというこの鎧部分ですね、 U 字パイプと呼ばれている鎧の部分をアセテートで再現しているという部分であったり、この角度によってリムの、強弱がちょっと現れるというような作りに仕上がっているというのもこのファクトリー900とのコラボの魅力になるかと思います。また掛け心地に関してもですね、このテンプルの中にバネ性を持たせたステンレス製の芯金が入っているんですけども、ここで程よくフォールド感を作り出すという掛け心地の良さであったり、クリングスパッド、チタンパッドを採用していて、こういったところも掛け具合調整ができつつ、また品よく仕上がっているというのもこの、シリーズの魅力になるかと思います。まずはかけたところもご覧いただきたいと思います。まず先にかけるのはこちらの方のグリーンから、見ていただきたいと思います。こちらの方はビオルーバイファクトリー900の中で共通カラーになっているグリーンですね。テンプルアバラフというカラーなんですけど、こちらの方をかけてみますとこのような印象を作り出すアイテムです。離れてみるとまるで丸メガネのようにも見えるんですけれども、このリムの上の部分がですね、平らになっているということで、かけてみるとちょっとキリッとした印象も作り出せるのかなというアイテムになっております。なかなかこれ使いやすくてかっこいいフレームに仕上がってるんじゃないでしょうか。今回のこのコラボの中で丸メガネがもう一つありまして、こちらはロイというアイテムなんですけども、こちらの方と比べますと、まずはこちらがミックの印象ですね。それと比べますとロイはこのような印象を作り出します。ロイの方がやはり丸いということもあってですね、ソフトテイストにかけていただけるのはこのロイなのかなというところなんですけど、目元をちょっとキリッとさせた印象に仕上げたいなということでしたら、ミックの方がややキリッとした印象が作れるアイテムになるかと思います。こうしたテイストの違いもですね、楽しみながらお選びいただきたいと思います。なかなか使い勝手もよく魅力的なクラウンパントに仕上がっていると思います。他からもご覧いただきたいと思います。こちらの方はグレーですね。透明感はあるんですけども、ややくすんだグレーに仕上がっております。テンプルはこういう柄が入っているんですけども、かけてみますと、肌なじみもよく丸メガネ、うまく取り入れていただきやすいようなカラーに仕上がっているというのも特徴になります。丸目がね、ちょっと個性的な風になりやすいので、そういったものをさりげなく取り入れやすいなというカラーに仕上がっているのもこのグレーの魅力になるかと思います。使い勝手も良さそうなグレーで、非常に個人的にはおすすめのカラーの一つです。そしてこちらの方がブラウン、クリアブラウンなんですけど、テンプルはバラフですね。品よくかけていただけるカラー、どこかシックな印象、大人な落ち着きを感じさせるというブラウンに仕上がっております。お色もそれなりに濃いお色なので、存在感を主張しつつも、この品の良さ、なかなか魅力的なクラウンパントに仕上がってるんじゃないでしょうか。そしてこちらの方はツートンカラーなんですけれども、ツートンカラーもう一色、ライトグレーがあるんですけども、今回諸事情で入ってきていないんですが、ツートンカラーもなかなか使いやすいお色になっております。こちらはブルーとクリア系のグレーのツートンになっているんですけども、かけてみますと涼しげな印象を感じさせるカラーですね。程よく濃いお色にも見えるんですけども、やはりクリア感があるので肌なじみの良さというのも魅力的なアイテムになっております。ツートン系、他のビオルバイファクトリー900にはこのミックでしか採用されてないカラーになりますので、そういったところもこちらの方のカラーシリーズの魅力になるかと思います。本日ご紹介させていただきましたのは、使い勝手もいい魅力的なクラウンパント、ビオルーバイファクトリー900のミックです。ぜひ楽しみながらお選びください。どうぞよろしくお願いいたします。本日は以上です。